ゴールキーパーランゲラック、ディフェンスは三国、ハチャンレ、川面の3バック、稲垣、椎橋のダブルボランチ、右に中山、左に泉、森島、永井のツーシャドウ、ワントップパトリックです。ゴールキーパー一森、ディフェンスは右から半田、中谷、福岡、黒川の4バック、ダワン、鈴木、徳間のボランチ、右のワイドに岸本、左倉田、トップ下に坂本、そしてワントップ宇佐美です。そして永井は5月3日の神戸戦で J1 通算400試合出場達成、プロ15年で、はい、まだまだ走れますもんね。いや本当にもう毎年こう早くなってるんじゃないかと思うぐらい坂本、ここはボールをキープしてもう一度前を見た、倉田の落とし、宇佐美が遠目から狙ってきました。いいですね、はいはい、宇佐美もチームトップ4ゴール。そうですね、さあ入れ替わった宇佐美、宇佐美右足弾きました、ランゲラック、まあ、角度がなかったんで、まあ、ランゲラックの守備範囲でしたけど、まああいう、こうボールダッシュの感覚というか狙ってますよね、はい、三國が来た、いや、いいボールでしたよ。まあ、そうですね、悔しがってますけど、はい、まあ、一山越えてちょうどこう真ん中ぐらい三國に合わせましたけど、ダワン、ハンダ少しずれました。おお、さあハンダが上がってくる、マイナスボール、ダワンのシュートだ。細かいパスで崩してきましたが、今のはいい崩しでしたね。一番最初にこう長いボールが出たんですけど、岸本と一味のこう、まあ、裏の取りというかですね、あの攻め合いでしっかり裏取れて、倉田です、倉田がボールを運びます。縦に呼んでいる鈴木ですが、倉田が直接狙ってきました、ランゲラック、まあ、思い切りまあ、ミドルレンジからですけどね、まあ、前を向かせるとやはりこう積極的に打ってきますし、鈴木とかから宇佐美、右サイド、さあ岸本が行く、中に半田がいる、半田、その奥側、最後三國が触りました。今中盤での頑張る崩しうまかったですね。でここも最後合わなかったですけどね、あ、ハンド取ったんですかね、このクロスに対して、ここですね、そうですね、はい、ハンダがこの位置です。宇佐美から坂本、その前に三國、レフティー黒川、中央ダマイトも入った、宇佐美の左足、坂本、ナイスキーパー、ランゲラック、右足シュート、岸本に合いました。初ゴールとなりました。この宇佐美とか入ってシュートブロックが入って、これが宇佐美が出したっていう判断か、長野選手が出したっていう判断か、それによってちょっとオフサイドポジションにこれ多分いたので、どうなるかですね。ここですね、長井が触っていれば当然そのオフサイドじゃないですし、はい、ゴールですね、ゴール2本目になりました、はい、長井が触ったボールがそのまま流れてったということですね、はい、あ、フリーだ、内田から縦、森島左足狙ってきました、サイドネットでした。今テンポがすごく良かったんですよね、つなぎのところで、さあコーナーキック、アウトスイングのボール、
小野です。クロスボールこぼれたところ長い、いやここのクロスに対してこの落としですね。一瞬フリーになりましたけどね、最後ちょっと後ろから、まあ、中谷ですかね、中谷が少しこうプレッシャーかけて、中山から大きな逆サイド、ここで長いホイッスルです。ガンバ大阪、この岸本の移籍後初ゴール、先制点が決勝点となりまして、今シーズン4度目のクリーンシート勝利となりました。